この映像はライフゼム A1-1-2 を安全に正しくお使いいただくための点検整備要領の主要な項目について解説したものです。詳しくは取扱説明書の点検整備要領書をご参照ください。空気呼吸器をいつでも使用できる状態にしておくために、各機器各部品の日常の点検が重要となります。はじめに外観を点検します。各部は正しく組み付けられ、外観に異常がないことを確認します。まず面体の点検です。接岸部に劣化や亀裂がないかチェックします。締め紐や根付け部分は伸ばしながら、ゴムに劣化がないか点検してください。アイピースに傷や割れがないか確認します。接岸部や締め紐に亀裂などがあれば交換してください。続いてプレッシャーデマンド弁の内部に腐食や異物の付着がないかチェックします。腐食がある場合は修理を依頼してください。次にプレッシャーデマンド弁ゴムカバーと呼気弁カバーを外します。呼気弁セットから呼気弁を取り外し、呼気弁に損傷や異物の付着がないかチェックします。異物がある場合は取り除いてください。次に中圧ホースの点検をします。拳が通る程度の大きさに湾曲させ、外皮ゴムに亀裂がないことを確認します。このような亀裂や折れのある場合は修理をご依頼ください。圧力支持系同機関のホースに折れや傷、変色、変質がないことを確認します。ガードスプリングでガードされている部分も点検してください。傷や折れがある場合は修理をご依頼ください。次にハーネスのバンドの損傷と取り付け金具が使用に耐えられるかどうかを調べます。損傷がある場合や使用に耐えられないと判断した場合は交換してください。次にボンベの点検です。まず製造年月、再検査年月を確認します。容器本体および即死弁は3年または5年ごとに高圧ガス保安法で定められた検査を受ける必要があります。検査期間の切れたものは再充填できません。日常の点検では容器の傷やへこみなどの変形、火災などによる焦げや塗膜の変色、化学薬品などによる腐食や変質がないことを確認します。このように繊維層まで達する傷があれば使用を直ちに中止し、容器検査を受けてください。続いて機能点検を行います。まず即死弁の開閉機能試験です。ハンドルを1回転するまでに空気が勢いよく噴出することを確認します。次に空気充填圧力を確認します。
29.4 メガパスカル用ボンベなら26メガパスカル以上、14.7 メガパスカル用ボンベなら12メガパスカル以上あることを確認してください。次に即死弁シート部の気密試験を行います。少し強めに即死弁を閉じます。 29.4 メガパスカル用ボンベの場合は減圧弁連結部を手で閉塞し、連結部の横穴2箇所に中性石鹸膜を貼って調べます。気泡が出なければ気密は良好です。点検後は石鹸水を拭き取り、ネジ部に保護キャップをかぶせてください。 14.7 メガパスカル用ボンベの場合は減圧弁連結部に中性石鹸膜を貼り、空気の漏洩がないことを確認してください。次にボンベと即死弁との結合部、プラグまたは圧力指示計取り付け部に中性石鹸水を塗布し、気密を確認します。続いて減圧弁から中圧ホースまでの気密試験を行います。26メガパスカル以上充填されたボンベを減圧弁に接続します。減圧弁のオーリングに付着物があれば取り除き、損傷がある場合は漏洩の原因となりますので新品と交換してください。ボンベバンドを締めます。バイパス弁を閉じ、陽圧ロックレバーを回し、陽圧のロックを確認します。カチッと音がするまで回してください。次に即死弁をゆっくり開き、圧力指示計の指針が上昇し終わるのを待ってから即死弁を閉じます。この時の圧力指示計の指導効果をチェックします。1分間の指導効果が1メガパスカル以内であれば合格です。漏洩の疑いがある場合は各接続部に中性石鹸水を塗布することで確認できます。続いて面体を取り付けてプレッシャーデマンド弁の点検を行います。即死弁を開き、面体を顔に当て深く呼吸します。最初の吸気でバチッと音がして空気が供給されることを確認します。圧力指示計を見ながら数回大きくあるいは小さく呼吸し、空気がスムーズに供給されることを確認してください。1回の呼吸ごとに 0.5 メガパスカル以上圧力が降下する場合は修理を依頼してください。次に面体を顔から少し離し、空気が放出することを確認します。放出しない場合は修理を依頼してください。続いてバイパス弁を開き、作動試験を行います。1回転以内に勢いよく空気が放出することを確認し、バイパス弁を閉じます。放出しない場合は修理が必要です。次に即死弁のハンドルを閉じ、気密を点検します。バイパス弁を開き、圧力を10メガパスカルに合わせ再び閉じます。呼吸を止め、圧力指示計の効果を調べます。10メガパスカルから8メガパスカルまでの降下時間が5秒以上であることを確認してください。確認したら即死弁を開いて呼吸してください。比
引き続き警報器の作動試験を行います。陽圧ロックレバーをロックして面体を外し即死弁を閉じます。バイパス弁を開いて圧力を下げていきます。 4.5 メガパスカルから3メガパスカルの間で警報が鳴り始めることを確認します。確認したらバイパス弁を閉じてください。この時同時に針の動きもチェックします。針が引っかかるような動きをしたり、完全に圧力を抜いた時も視診がゼロに戻らない場合は修理を依頼してください。点検が終わったら一旦バイパス弁を開き、圧力を完全に抜いてから再度閉じてください。以上で点検は終了です。少しでも異常が認められた場合は修理を依頼するようにしてください。安全性確保のためには定期的な点検整備が重要となります。この点検は3ヶ月ごとに1度以上の頻度で行うことをお勧めします。またお買い上げから3年ごとにメーカーでのオーバーホールを受けることもお勧めします。重松製作所では専門スタッフによる有料訪問点検も承っておりますので、ご活用ください。